この本に登場する砂丘町の舞台となった鳥取砂丘コント秋は林明子によるミリオンセラーの絵本作品である。1989年6月30日出版。出版社は福音館書店。発行部数は133万部に達し、ロングセラーとなった。1990年、講談社出版文化賞絵本賞を受賞した日本傑作絵本シリーズ。 ISBN は978から4から8340-08302。女の子の秋と彼女の祖母が作った狐のぬいぐるみ、紺のストーリー。秋が成長するにつれて、紺は古び、腕がほころびてしまった。紺を祖母に直してもらうため、秋は紺と共に電車で砂丘町の祖母の家へと向かう。しかしその途中、電車で二人がはぐれたり、紺が犬に連れ去られたりと、 次々と問題が起こる。そんな二人の冒険を描いた物語。この本に登場する砂丘町は鳥取県の鳥取砂丘に由来するものである。というのも、この本の作者、林明子は鳥取県にゆかりのある人物であり、彼女の両親の実家が鳥取にあるためである。この本は海外でも多くの言語に翻訳されるほど国際的に人気となっており、 日本語版の他にも、英語版のエイミーケンビジットグランムや中国語版のアーキュアキツネなど、多数の言語のタイトルでの本がある。全中日米国大使のキャロライン・ケネディも、この本の英語版を気に入っているという。彼女は、日本駐在中に、自分の子供と、この絵本の舞台となった鳥取砂丘を訪問している。ありがとうございます。